木村森江は、日本の政治家、第四代福島県知事、現在の福島県いわき市、四倉生まれ、旧いわき中学、慶応義塾大学医学部を経て開業医となる。1950年の第二回参議院議員、通常選挙に、福島県選挙区から立候補し、当選。参議院議員を一期務めた後、衆議院に倉返し、 1958年の第28回衆議院議員総選挙で、旧福島3区から出馬して初当選、以後3期連続当選を果たす。1964年に佐藤善一郎福島県知事が現職で休止したことを受け、その公認を選ぶ知事選挙に出馬し、初当選。第4代福島県知事就任以後は4期連続当選し、 高度経済成長期の福島県知事となった。県内のインフラを整備し、大合併で、郡山市や岩き市を成立させ、農村部への工業誘致、原発立地などで実績を上げた。未成ではあるが、並江、小高原子力発電所の誘致を本格的に表明した人物も木村であり、1968年1月5日のテレビでの年頭挨拶であった。 1975年には全国知事会の会長に就任。1976年の県知事選挙にも組織力を動員して再選を果たしたが、自民党福島県連幹事長や県農協合連、会長らが相次いで公職選挙法違反で逮捕された。同年6月の県議会では、社会党などからの辞任要求を跳ねのけたが、 同年4月から検察庁が追及していた収賄容疑の追及には耐えられず、同年8月1日に現地知事辞任を発表した。1976年8月6日、東亜総合企業の町井久幸ら3人などからの土地開発に絡む収賄罪容疑で、宗方のりお検事ら福島地方検察庁に逮捕され、8月11日に知事を辞任。 1979年1月、仙台高等裁判所で、懲役1年6ヶ月、執行猶予5年の判決が確定して、高専知事としては初めて収賄で有罪となった。晩年は、ゴルフや登山を楽しんだ。1996年11月3日に、漏水のため死去。96歳没。ありがとうございます。